はい、今日はですね、東京港、何ふ頭でしたっけ、これ。豊見水産ふ頭にですね、たまたま来ていたおしょろ丸に見学させてもらいに来ました。もう新車感がすごい船ですね。もうめちゃくちゃ綺麗です、中も外も。やっぱり、実験室から外へのアクセスが。出やすい。出やすい。はいはい、サンプルの。なんかその CTD とかもスッと出る感じに作られてますよね。普通の船内だと、そのこの手の漁船とか特にそうだったんですけど、階段が狭くて、床の面積が狭いから、なんかもうとにかく居室内がすごく狭く感じるんですけど、ここはなんかすごい広く感じますね。そうですね、階段も結構緩やか。はいはい、そうそうそう、緩やかで階段が上がりやすいですよ。膝に優しいっていう。揺れた時も安全。ああ、マックスで90人とか乗れるんですね。そうですね。まあ、その中で、その停戦中の30人とかだから、今回の場合は、非常に、まあ、部屋もいい、ゆったり使えるし、これは快適なんじゃないかな。何かその船内に設置されてる画面が綺麗ですよね。あ、そうです。なんかテレビだとか、いろんなところで、今の船の状況が分かる。そうですね。この船の状況が分かるって結構長いこといると、そうそうそう、大事ですよね。船の中でその同時にいろんなことを作業できるから、あっちでこれやってる時にこっちちょっと待っててみたいなのが、いろいろ作業上起こったりするときに、やっぱりそういう把握ができるのが非常にお互いスムーズに。そうですね、ベッドルームで折りたたみ式の部屋あったでしょ。はいはいはいあれ見たことないなと思って。すごいですね、あれだから、その倉庫に、そうそう、折りたたんで倉庫にしちゃうっていうね。そのシートアレンジができるっていう、まさになんかこう今風の車っていうなんかおもてなし感があるんですよなんかその研究だけゴリゴリやればいいぞっていう感じではなくて、そのかといってそんなにただ快適ですよっていうだけでもない。そういうことで僕の第一印象と、まあ、ね、ちょっと船内でまたちょっと引いてまたお伝えしたいと思います。これが船の状態モニター、表層海層、表層海層モニタリング、はい、で船がどっち向いてるかですね。はい、魚探ですね。あ、魚探なんだ。あ、だから海底が映るわけですね、はい、こっちが ADCP で魚探なわけ。じゃあ魚がいたりすると、ここが有効範囲内で、その中で反射が返ってきたものの色で反射強度だったり、なるほど、そのものの大きさで大きさだったりっていうのが調査されてます。そっか、だから魚の大体の種類というか、どういう魚なのかっていうのはなんとなく知り、反射強度から、まあ、種類が分かったりっていうのがあるらしいですけど、はい、多分魚探を専門にしてる人じゃないと分かんない。そして CTD、いやー、もういい。かっこいい。普通にかっこいいですね。外のモニターを切り替えて。はい、だったらこれが今後ろ向いてて、この状況。観測圏を撮ってるカメラなんですけど、動かせるんですよね。はいはいはい。停泊中は天文が見えるような。なるほど。あ、CTD がニョキッと出てくるところに角度カメラで変えて、で、そこを見ながら、その CTD のオペレーションをやると。はい。いや、なんかもうシュッとしてる。端から端まで。複数人部屋ですね。なんと、この船珍しく土足厳禁でして、非常に清潔です。普通の船は居室も土足の場合多いんですけど、そうすると結構外の作業をして靴で入ってきちゃうと汚くなりやすいので、もうここで脱ぐという設計にわざとしてあるんですよね。二人部屋もいい感じですよね。うん、また机は太平洋フェリーの、スタンダード二段ベッドぐらいあります。そっちも、あ、そう、こっちに机が折りたたみのが、ね、あー、なるほどなるほど、綺麗だよな。
その今回 の, その9月の15日から17日の3連休で、まあ、もし成功の暁にこう全国から高校生大学生を呼んで、まあ、停泊中とはいえこの船の中で過ごしてもらって、まあ、いろいろ海洋学の実験なりなんなりっていうのを、まあ、例えばこの学スペースも使いつつやるんだというところまでは大体イメージとしてはあると思うんですけど、はい、まあ、僕は魔人系今言うんですけども、まあ、これ魔人と呼ばれた理由があって、はいはい、でまあ、お酒をね、はい、あの高知ですよ、はい、高知でこうお酒を飲みに行って、はい、どんなに飲んで帰ってきてもですね、次の朝ちゃんと朝ごはんを食べて一日働いてまたあの飲みに出ていくというそういう人いられるよな、魔人と呼ばれたので、ははいはい、海底のドローンですね、ですね、これがいいのは、うん、まあ、こうやってですね、はい、全くもって泥を攪拌せずに海底そのままの状況を、ね、環境を持ち帰って、はい、海底地形図っていうのだけはどんな感じかなっていう、おー、すげえ、赤いラインのところがその時やっていただく時期、はい、だから他の年と比べて今回はどうなんだっていうのをなるほど、から考えてみようねっていう説明をして、まあ大体なるほど、なるほど、へえ、あ、面白いですねまあ別にサカラングに対抗してやってるわけじゃないけど楽しい、まあ全然いいんだよ、サカラングは俺は大好きだよ、うん、だけどそのサカラングが見ているこのこのごく一部のところ以外も海はこう広がってて、そこにいろんなテーマがあって、その皆さんの多様な趣味にお答えするだけの懐を構えてますよっていう、なんかそういう広がりをちょっと伝えられたらいいかなっていう気はしますね。これだって海洋の研究者からすると本当にこの部分だけやってる人、そうだよね、ここのとこやってる人、ここやってる人、もう俺なんかここしかやってないですからねとかね、だって飯が食うとこがあって授業ができるとか、うん、でだからその環境はバッチリだと、もうオシロっていうハードウェアはもう最高だと思うんですよ僕は、やっぱり、あ、やっぱ相当なんかこう可能性は感じた自分も楽しかったんだなっていうのもあるし、やっぱここまで来たからあとやりきりたいなっていう、なんか集まれば集まろうとそういう感じになりませんか、なんかね、もう最初も本当ゼロ円からスタートするじゃないですか、残り56日で最初の1000円がものすごい嬉しいというですねこういうのやっぱりないですよね、ただ研究者だけやってその毎月の給料いただいてるだけだと、別にその1000円俺のもんじゃないんですけど、なんか凄まじくありがたかったですね、一人目の1000円です、初日で、初日で20万ぐらいいったんですよ、ドバッとまあそれはもう俺鬼のようにメール書いたからですけどお願いしますと1万円くださいと実は俺6月3日誕生日なんです、1万円くださいみたいなもう本当これほど何振り構わなかった6月はないです